はい、皆さんこんにちは。中村喜久夫です。スッキリ宅建で40点突破え、本日は第23回目ですね前回に続きましてえ、都市計画法の重要問題を扱っていきたいと思います。えっと地区計画とですね。それから、あの都市計画制限まこの話をしていくわけですが、まずは地区計画の問題です。え、都市計画区域については、用途地域が定められてない土地の区域であっても。 一定の場合には、都市計画に地区計画を定めることができるとなっております。えー、長い文章ですが、まあ、地区計画、どういったところに定めることができるのかということが聞かれているわけですが、 えっと、これですね、テキストの方にありますが、これ、あの、調整区域のようにですね、丸二番ですね、用途地域は定められていないとこ、ここにも可能でしたよね。ただ、準都市計画区域にはこれは指定できなかったということになります。従いましてですね、用途地域は定められていない土地、これ無指定って言いますが、無指定の場所であってもですね、一定の要件を満たせば、地区計画を定めることができるということになります。この足は正しい足だということになるわけですね。 この用途地域が指定して、指定されていないところにもですね、えー、地区計画が作れるということについてはですね、令和5年の15の4にも出ておりますね。えー、令和5年にも出ておりますということです。これが、あの、正解史かな。これさえ知ってれば一問取れるということになるんですが、えー、地区計画は用途地域が定められている土地の、えー、区域のほか、一定の場合には用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができるんだ。これ皆さんもね、自信を持って、まると言えると思います。 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した時から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。この問題、いかがでしょうか。えっ、ー、と、地区計画の話でございますんで、えーまあ、先ほどと同じものですかね。まあ、あの、小さな町づくりですよね。その町にふさわしい、えー、ものを建ててくれということになるんで、 あのー、市町村長にこう届け出がいるんですよね、届け出がいるということになるわけです。ただ、注意しなければいけないのが、行為を完了した日から30日、今、線を引いたところですね、これは違いますよね、丸、えー、3番のところにあるように、30日前まで、行為する前ですね、事前に届け出るんだということです。えー、行為に着手30日前これは えー、失礼行為に着手する30日前までに届けなきゃいけないので、えー着手、完了した日から30日と言ってるこの問題文は、誤りりだとということになります、はい、問題としては取り上げてませんが、あの地区計画についてはです、ね、まあ、例外的に届け出がいらないものがあるんですね、まあ、これも確認しておいてください、国や地方公共団体を行うもの、非常災害のための応急措置として行う行為。 それから開発許可ですね。まあ、試験問題では都市計画を29条の許可と言い方をしてくると思いますが、えー、これらの場合には、えー、地区計画ですね、うん。30日前までに市町村長の届け出と言っておりますが、届け出が不要になります。はい、ここからはですね、えー、都市、えー、施設、それから都市計画制限の問題になってきます。市外化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされているという問題ですね。 えと区域区分が定められていない都市計画区域、いわゆる非線引きということですよね、非線引きということですよね、でえー、と市街化区域と非線引きについてはです、ね、必ず定める、これ、道路、公園、下水道でしたよね、道路、公園、下水道を必ず定めるんですね、えー、従いまして、この道路、病院、下水道といって、るこの足は誤りだということになります。市街化調整区域においては、都市計画に市街地開発事業を定めることができないこととされている。 令和、まあ、2年の問題ですが、えー、とこういった問題もです、ね、結構迷う方いらっしゃるみたいなんですが、まあ、これ考えれば分かりますからね、えーと、市街化調整区域ってどういうとこでしたっけ、それから市街地開発事業ってどういうものか考えていただけば分かるはずです、えーと。市街化調整区域、これは市街化を抑制するとこでしたよね、まあ。宅建試験の世界では、まあ、農業や林業を行うところだと思ってください。市街地として開発するところではないんですよね。 そこに市街地開発事業を行うわけないと思ってください。農業や林業をやるところにですね、市街地開発事業なんてやるわけないんです。従いまして、うん、調整区域内においては、市街地開発事業、都市計画でね、市街地開発事業って定めることはできるわけですが、調整区域にはこれできない、えー、とされているというこの足は正しい足だということになります。準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、 市街地開発事業を定めることができるとなっています。どうでしょう。これもですね、市街地開発事業、それ街づくりですよね。いろんなものを一体的に開発していくという、えー、市街地を開発していくことと、準都市計画区域が馴染むかどうかですね。準都市計画区域、えー、と何回か言ってますが、都市計画区域の外でしたよね。えー、と都市計画区域の外で、まあ、放置すれば将来支障が生じるんですね。 基本的には田舎で人がいないんだと思ってください。そこに、えー、市街地を開発する必要なんてこれないんですよね。えー、市街地開発事業を行うわけないと思ってください、えー。定める、都市計画に定めることができるというのは誤りだということになるわけです。土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても都市計画事業として、えー、施工することができる。 まああの平成16年、だいぶ古い問題ですが、これもあのそんなに難しくないんですが、こういう出され方ちょっと、どうも引っかかる方、多いみたいでしてですね。えっと 都市計画あの施設と市街地開発事業。まあ、これテクトに出してるんですが、まあ、都市計画施設、都市施設を計画するんですよね。都市施設。うん学校とか病院とか公園とか道路とか下水道とか、まあ、都市を作るパーツみたいな。これを一個一個作っていくのが、まあ、都市施設を一個一個使っていく計画が都市計画施設だと思ってください。 でそれに対して市街地開発事業っていうのは、この都市施設をです、ね、まとめて作るんですよねあの、この外区全体にここに学校を置いて、病院を置いて、この道路を広くして公園をここに置いてみたいな、その街づく、外区、その、えー、ブロックといいますかね、そこのある一帯の区域、地域をです、ねまあ、の開発していくということになります、まあの。市街地だと再開発ということもあるんでしょうが、えー、と再開発を行ったり、外区の整備を行う、これが市街地開発事業ですね。 具体的にはどういうことかというと、土地区画整理事業とか、市街地再活事業とか、あまり聞いたことないんですが、新住宅市街地開発事業、こんなのがあるわけですね。で、まあ、卓試験でよく出るのは、この土地、えー、区画整理事業が、まあ、よく出るわけですが、問題文もう一回戻りますと、土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、えー、道路公園等の都市計画室の整備に関する事業、 ですから、都市計画施設の整備に関する事業というのは、これは都市計画施設の話ですね。都市計画施設の話ですね。これも都市計画事業として施行できるというのは、これは正しい足だということになるんですね。市街地開発事業と並んで、今、汚染を引いた都市計画施設の整備に関する事業と、これも都市計画事業なんだということですね。この2つがあるんだということになります。 はいえー、っとここから先が都市計画制限の話ですねあの、計画決定と事業決定があるんだって話ですよね、であの計画決定、これ、緩やかな段階で、その計画決定、事業決定など厳しい、えー、許可が必要なものも増えますし、例外とか、必ず許可されるものもなくなっちゃうんですよね。で計画決定の段階、うん緩やかな段階、えー、一番上の方に書いてありますが、市街地開発事業の施工区域とか、都市経過施設の区域と、こういうことがあったら緩い段階ですね。 それに対して事業地ということもあれば、これは厳しい段階になるんだということでございます。この確認をしていきましょうということで、うん4問、5問ほどかな問題見ていきましょう。都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施工区域内において、建築物の建築をしようとするものは、 行為の種類、場所および設計、または施工方法を都道府県知事に届けなければならないとなってますがえ、何を届けてるんだっけ、け分,分かんないなと、こうならないでほしいんですが、そもそもどういう場所なんでしたっけ、どういう場所なんでしたっけ、どういう段階なんですか、都市計画施設の区域、えー、市街地開発事業の施工区域、これは緩やかな段階でしたよね。えー いわゆる計画決定の段階だということになりますで。この計画決定の段階ではですね、何が必要だったか、知事の許可が必要でしたねまね、あ。計画決定の段階でも、事業決定の段階でも、まあ、あの許可が必要なんですが、えーとまあ、事業決定になるとより厳しくなる。まあ、計画決定の段階でも、これ知事の許可がいりますんで、建築物の建築にあたってはですね、えー、従いまして、これ届け出なければならないと言っている、えー、この足は誤りだということになります。 ただあの、ねあのとあの、届け出がやまれたらッと切ってもらってもいいんですがあの、ね、切るってあの判断してもらってもいいんですがえこの赤線のところで、ね、これはあの計画決定の段階なんだと、えー、読む癖をつけていただければなと思います、はい、市街地開発事業の施工区域内においては非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても都道府県知事の許可を受けなければならないどうでしょう、この問題。 そもそも計画決定ですか事業決定ですか市街地開発事業の施工区域となってますね。従いまして、これ、計画決定の段階です。計画決定の段階では、これ、例外的に許可を受けなくていいものがありましたよね。覚えてますでしょうか、えー、非常災害のための、えー、必要な応急措置。これは実はですね、例外的に許可がいらないんですね。 えっと計画決定の段階ですから、今、写した表ですと、まあ、左側の部分ですが、ね、緩やかな規制のところになります、建築物の建築だけが規制を受けるんですね、これが事業決定すると、まあ、規制を受けるのが増えるであの、例外があるわけですね、真ん中の、えー、行のところになりますが、軽緯な行為とか、非常災害の応急措置とか、都市計画事業の施工として行う、こういったものの建築であれば、ですね、えー、知事の許可を得なくて、ですね知事の許可なしに、 例外的に許可不要で建築ができるということになります。計画決定の段階であればね。従いまして、非常災害のための必要な応急措置、この場合でもですね、知事の許可を受けなければならないというこの足は誤りだということになるわけですね。はい、次の問題ですね。都市計画事業の認可の告知があったのし、当該認可に係る事業地内において、当該事業の施工の障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建築、 工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施工者の同意を得て、当該行為をすることができるって例によって長い文章ですが、まあどういう状況かゆっくり把握していくわけですね。都市計画事業の認可の告示と言っております。さらに事業地内という言葉が出てまいりますから、これは事業決定の段階だと。事業決定の段階だということになりますねえ。従いまして、建築だけじゃなくて都市の形質変更や 工作物の建設。これも知事の許可が必要になるわけです。問題文読んでいきますと、土地の形成、建築物の建築、工作物の建設。これも、えー、全て対象としてますよね。事業地内なんで対象でいいんです。ところが最後のところですねうん、施工者の同意を得て行うことができる。違いますよね。施工者、例えば、えーなんでね、市町村とか都道府県とかうん、それが OK すればいいわけじゃないんですよね。えっと、知事の許可が必要なわけですね。 え、知事の許可が必要だということになります。建設に関しては知事の許可が必要ということになりますので、え、当該行為をすることができるというこの足は誤りだということになりますね。知事の許可だということになります。はい、最後の問題ですね。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を優償で譲り渡そうとするものは、 当該事業の施工者の許可を受けなければならない。これ、ちょっと細かい知識なんですね、えー、こういった一問だけポンと出されるとなかなかつらいところがあります。あの、消去法で考えればいいんで、平成29年、これ知らなくても、まあ、できるんですが、まあ、せっかくなんでね、覚えておきましょうということで。えっ、ー、と、しつこいですけど、あの、認可の告示、事業地内と言ってますから、これ、事業決定の段階ですね、事業決定の段階です。で、事業地内の土地をですね、えー、売る、つまり事業決定してるってことはもう、 すぐその道路を作ろうとかですね、公園を作ろうってもう期間が迫ってますから、あの土地をあんまりこう売られちゃうとですね、事、ま、業、あ、をやりにくくなる可能性があるんですね。従いましてですね、これ施工者に一応届け出てくれと、A さんの土地を B さんに売るんだということを届け出てくれと言ってります。で、さすがに売ることに関してですね、 許可制にしてるわけではないんですね。あの建築を建て物を建てるんであれば、これはあのえー、知事の許可が必要だとしてますけども、じゃあ持ってる土地や建物を売る優勝で譲り渡す売るといった場合まで、許可が必要だというあの規制をしてるわけではないんですね。これ、施工者への届けということになってます。ちょっと細かい知識ですけど、まあこんなところもあの覚えられたら覚えた方がまあ、より、えー、有利かなという気がします。いずれにせよ、許可を受けなければならないと言ってる。この足は？ 誤りりだとということになりますね、えー、と本日のまとめということなんですが、えー、と地区計画ですね、まあ、地区計画について最近まよく出されております、確認しておきましょう、まあ、市町村がま定めるということですね、土地の区画形成の変更、建築物の建築、工作部の建設、まあ、こういったことを行う場合にはです、ね、まあ、市町村長に届け出が必要なんですね、30日前までに。えー、これ、許可じゃないんですね、市町村長への届け出ということです。 でまああのね、その市区計画にふさわしくない場合にはです、ね、市町村長は工事の中止を勧告できると。 つまりその規制というよりもこう緩やかな誘導なんですよね、あの許可とか禁止っていうんじゃなくてです、ね、えー、届け出とか勧告、まあ、ここがポイントだということですね、それから都市施設ですね、えー、まあ道路、公園、下水道、これは市街化区域と非線引きには必ず定めるんだとか、まあ、住居系の用途地域には義務教育施設を定める、まあ、こういったことを押さえていただくとともにです、ね、あの市街地開発事業ですね、この言葉、えー、市街地開発と言ってるわけですから、えー、調整区域なんかには定めない。 いいんだだという,ふうにお考えください順も定めません従いまして、市外科と非線引きなんだということを確認しておきましょう。それとあの、都市計画制限ですね、実はこれ、ですね、まあ、近年、出題されていないんですね、えー、と先ほど見ました平成29年の問題以来出てないということは、ですね、まあ、もう出ないというのは1つの考え方ですし、まあ、そろそろ危ないという考え方もあるわけですね。でまあ、どうしたらいいかというと、やっぱりことしは絶対合格という意味ではですね、 基本事項を押さえておきましょう。えーね、細かいところまでいいんで、あの、実は3段階あるんですが、3段階まではよくて2段階ですね。計画決定と事業決定の違いは何かということを押さえておきましょう。試験ではもちろんね、計画決定なんて言い方はしません。市街,市街地開発事業の施工区域といったり、えー、都市計画施設の区域と、まあ、こういう言い方をするわけですね。こういった場合には計画決定なんで、建築物の建築だけは制限されるとかですね、まあ、例外があるんだ。こんなことも押さえておければ結構です。 はい。ここからはですね、一般社団法人、賃貸不動産経営管理士協議会さんからのお知らせということになります。えー、宅建士と賃貸不動産経営管理士、これのダブル合格を目指しましょうということですね。試験日は11月の17日。まあ、ですから、えー、宅建試験一月後ですね、えー、宅建試験の後一月勉強すれば大丈夫です。まあ、とはいえね、申し込みが8月ということなので、まあ、早めにお申し込みをということでお話しているわけです。 であの試験申し込みがです、ね、早いということをご案内しているのもあるんですが、実は5問免除講習というのがあるんですね。 これはあの誰でも受けることができます。あの宅建の拷問免除交渉はです、ね、えー、業務に従事している方しか受けられませんが、えー、賃貸不動産経営管理士、こちらはです、ね、あの誰でも受けることができます。ちょっと字が小さいかもしれませんが、えー、まあ3つの団体が主催してます、それぞれの団体にえ申し込むということになっております。まあ、どの団体でも結構なんですが、まあ、日程が違うんですが、日程と会場が違うんで、まあ、選んでいただくということになりますが、今出しましたね、賃貸不動産経営管理の知識と実務という、まあ、あの非常に分厚いテキストを

いうことになります。あの私もね、その講習の、えー、講習をしております、えー。この講習を受けることでですね、あのまあ、何しても問免除になりますし、えー、試験時間も変わらないんですね、あの五問免除の。宅検の場合には10分短くなるんですが、えー、賃貸の場合にはこれ、えー、試験時間も変わりません。かなり有利だと思います。えー、ということで,ですねあの、まあ、合格率も高いんですね、やっぱ受けてる方はね。まあ、あの今年絶対合格という方はですね、えー、宅研試験、うんまあ、と進めながら、一、まあ、日の講習ですのでね、 本当は、ね、あのテキスト読んでから行くんですが、毎、まあまあ、日の講習なんで、えぜひ申し込まれることもすお勧めしたいと思います。で、あの実際の試験勉強はです、ねあの、このスッキリ賃貸を使っていただければ、であの実は試験がです、ね、あの令和3年から大きく変わりましたんで、あの過去問集ってそんなにた研けんごと潰す必要はないんですね、まあ、3、4、5ぐらいが勝負なんで、大体主な問題はこちらに入れております、まずこれを潰す、まあ、これを潰すだけで一月終わっちゃうかなと思うんですね。あの すっきりわかるのようにですね、詳しく、すっきりわかる宅建みたいに、詳しく解説してないんですね。えー、すっきり、えー、受かる30日あの、宅建で言えば、あの30日完成ぐらいの、えーまあ、要点圧縮型なんですが、まあ、これを一月でしっかり覚えていただいて、問題を解いていただく。であの、ちょっと時間的余裕があればね、予想問題紙を1、2冊解いていただく、まあ。これで十分合格できます、えー。賃貸不動産経営管理士も合わせて取りましょうというお知らせ。 でしたね以上一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会さんからのお知らせでしたはいスッキリ卓研で40点突破第23回はこれで終了ですお疲れ様でした合格目指して頑張りましょう動画をご覧いただきありがとうございましたこの動画が参考になったのであればですねぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしたいと思います えー、さらにですねコメント欄ですねあのこちらもなかなかお返事できていないんですがいつも大変励みになっておりますさらにさらにお願いできればですねアマゾンのレビューですねまあ、こちらの方もあの本を書くなかなか大変なんですが、えー、励みになります、えー、合わせてお願いできればと思いますよろしくお願いいたします